はいどうもこんにちは。中長期株談義の時間がやってまいりました。局長のおうちです。最近昼寝後の霞み目がひどい F 局員でございます。はい、お疲れ様です。健康気をつけていきましょう。さて今日は初心者向け F 式パニック相場対応術というお話でいきたいと思います。よろしくお願いします。はじめに、私 F 局員、中長期株6年生、適当な話が多いので鵜呑み厳禁でお願いします。動画再生は 1.5 倍速がおすすめでございます。本日の動画、ご依頼ありの案件でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもう今回暴落、私しれっと過ごそうと思ってたんですけど。そうなの。まあ、このご依頼の案件をいただいたことによってちょっと動画にしてみようかなと思います。今回のパニック、2024年8月5日月曜日、上田マンデー。こういう名前なんですか？いや、私命名しました。F さんが名付けたんですね。上マンですよ、上マン。はい、過去最大の下げ幅更新で、場中4000円下げです。これ一応先物ベースで測ったんですけど、4000円下げです。うん、普通ね、1日400円ぐらいなんですよ。うん、まあ、4、500、10倍ですよ。ボラ10倍拡大ですよ。毎日10万円、20万円の損益だったら、100万、200万の損益。100万円、200万円の損益だったら、1000万、2000万の損益。いや、このボラやばいでしょ。久しぶりに来ましたよ、このパニック相場。株価の確認でございます。こちら、年足17年日経平均。これ本日、2024年8月9日、1日前のチャートなんですけども、こちら、当時の細工版でございます。一番右側、大陰線見てください。うん。こんな感じでして。その、一番下がってた時は、こんなんだったと。もう、髭の量まで入れたらとんでもないことになってますよね。こちら、月足5年でございます。これも当日の細工しております。右側、大陰線。これ見たら、みんなかなりビビりますよね。いやもう、それはもうパニック。やばいですよね。うん、こちら、日足3ヶ月でございます。7月の11日、42,426円。これ、S級近辺なんですよ。で、そっから2週間ほどもずっと落ちてたんですよ。で、この後私、ヤクルトの動画を撮って、もうずっと下げてますね、みたいなことちょっと言ってたんです。26日から7月31日まで。ちょっと踊り場がある。その踊り場終わった途端、3営業日大陰線3つ連発ですよ。7月11日の高値から8月5日までの安値、上から下まで11,270円、年単位でこなさないといけない値幅なんですよ。たった1ヶ月で超パニック。 F 式パニック相場対応術、ここから本格的に身のある話を少ししていきます。まず私 F 局員、個別株トレード3種やっております。上から短期トレード、資金量の底上げ用にシストレと裁量やっております。2行目、中長期トレード、リバランス用にやってるんですけども、F 式評価額1トレード、バージョン 0.91 です。これ2024年の頭から始めておりまして、今ちょうど半年ぐらい。それまでは長期トレードっていう、まあガチ保養でずっとやってたんですけども、2024年頭から中期トレードを入れて、この3本柱、個別株トレードやる。詳しい内容は3ヶ月に1回取っている、こちら F 局員の中長期株振り返りっていう動画があるので、これを見ていただけると、ああ、こんなことやってんのかっていうのが、この後の動画の中身がよりわかりやすくなると、見ていただけると幸いでございます。まず、短期トレードの対応。これもう、ぶん投げでございます。これ全部分投げ、短期トレードはもう全部分投げる。お、こちら8月2日の陰線分かります。そこの陰線つけるまでは私通常運転です。うん、まだ短期トレードも分投げております。8月5日の大陰線始まりました。こちら8月5日の5分足です。8月5日寄り付き下げるなっていうのが情報先物で分かってたんで、これヒゲつけるチャンスじゃないかと思ってます。で、8月5日
9時15分までどん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 陰線下げ進む。ここから昼にかけてヒゲができるんじゃないかと思って、昼11時25分の時点で安値 33,369円から 34,284円、だいたい1000円弱幅のヒゲがここでできてます。私局長にチャットでこのヒゲ大丈夫かと確認したの、局長覚えてますよ、ね、なんかありましたね、これヒゲだよね。で5番開けました、陰線来ましたよ。これで朝つけた 33,369円を割るんじゃないかっていう瞬間が見えました。この状態でぶん投げた。この安値を更新したなと思ったら覚悟を決めてぶん投げたってことですか。その安値を更新するなと思った時点でございます。更新したのは確認してないです。この辺あたりで、はい、はい、もうこれダメだな、もうこのリバーちょっと弱いというのでぶん投げました。短期トレード損失フィニッシュで、その後5場だけでマイナス3000円下げ、たった2時間半半年分の下げです。私 1,2 銘柄だったらこのぐらいの下げ対応できる資金管理してるんですけど、シストレと裁量に関しては2桁銘柄いってるんです。あ、そんなに。これ全部やられたら中長期の方にも悪影響なので全部ぶん投げちゃう。なるほど。今年の利益ほぼ全部持っていかれてやや損で、本題でも、パニック相場でやることその1、まず信用買いを手締まいし、シストレとか裁量もうやってる場合じゃないです。もうとっとと損切ってる。あと先物系も全部手締まいして、これ私先物系は金曜日の時点でもうダメだなと思ってもう一回損切って終わってたんで、これなんで損切るか、これお衣装対策です。信用と先物全部やめれば手持ちの余力のみで勝負することができます。これ大切でございます。パニック相場来たらもうまずこれやってください。パニック相場でやること2つ目、上からいきます。もう収支はつけない、もう損を数えてもしょうがないので、とりあえず収支をつけるのを一旦やめる。もう落ち着いてから収支を集めます。これ私毎回パニック相場ではそう、もうぶん投げた後収支は数える。2行目、通常の難品意識を停止できる。もともと下げたらこの銘柄このぐらい難品しよう、この銘柄このぐらい難品しようって決めてるんですけど、そんなことしてたらポジションがどん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 もう膨らんでいくので、とりあえず安いという難品意識はもう全部キャンセル。で、3つ目、残ってる余力を確認する。あとどれだけ戦えるんですか。パニック相場でやること3つ目。余力を確認したら買い増し計画を発動する。もともと予定してた難品戦略とかっていうのはパニック相場の前なんで、そんなんご体操に行ってるとひどい目に遭うんで、あくまでパニックを前にして難品計画なり買い増し計画を再発動します。その前に長期トレードの対応でございます。まず含み益銘柄はガチホでございます。これも祈るのみで、下がってるのを上げることはできないんで、もう祈るだけでございます。2行目、ダメ銘柄の含み損、もしくは微含み益ってあるんですよ。ああ、はい。あと 2%、3% で含み損になるなみたいな銘柄あるんですね。もうそういうのはもうとっとと手締まいです。ダメ銘柄の手締まい。まあ配当が低いだったり、値上がり期待だったり、まあもともと曰くがあって、ちょっとワンチャン狙ってた。そういうやつはもう一旦切って、また今度。で3行目、それ以外ずっと持つぞって決めてる銘柄、もう含み損はリセットして買い直します。パニック相場中に買い直すわけじゃないんですけど、これはもうある含み損域に行ったら、まあ、後日買い直していこうっていう、その時に買い直す時に株数を若干だけ増やす、これまあちょっとした難品なんです。で損出ししておきます。損出しとくと税金対策になるので、どんどん損出しして中長期トレードの対応です。こちらも同じで、ダメ銘柄は手締まい、もしくはポジ減少。もうダメな銘柄持ってる場合じゃないんですよ。冒険銘柄全部捨てポジ減少。2行目、含み益銘柄は若干だけポジを減少。これもう高値で割と張り付いてる銘柄っているんですよ。ちなみに私が持ってる中だったら、大塚ホールディングスなんかはほぼ下げてないんですよ。おー、そうだった。でもそのうち下がるんじゃないかと思って含み益の間にちょっとポジを減らした。ただ減らしすぎるとせっかくの紙銘柄なので、
もったいないのでやや減という感じ。中長期トレード、これ強化額をずっと維持するトレードなので、うん、維持額割れはちゃんと買います。これはもう予定通り株数を微増微増微増単元未満株フル活用。こちら中長期両方共通の対応でございます。基本的に株数は絶対に減らさない、これも場中念仏のように唱えてください。株数は減らさないように損切り、株数は減らさないようにポジ移動する。2行目、減らしたポジは別銘柄を買います。例えばダメ銘柄損切りじゃないですか、うん、それ例えば50万円いってたとします。そしたらいい銘柄、こいつはずっと持つんだって決めてる銘柄に同じ資金量だけ移します。ダメ銘柄の株数はゼロになるんですけど、うん、有望銘柄に名を変えて株数を維持するっていう行為で、そういう、なんだろう、転生させるというか、なんていうか、もうダメ銘柄持ってる場合じゃないので、うん、有望銘柄を買い増しの方に資金を寄せるという感じです、うん、ダメ銘柄から有望銘柄への切り替えの時に高配当で減配リスクの低いのを狙います。これ減配しちゃうとちょっとややこしいんで、一応高配当でちょっと耐えようという作戦なんで、減配されるとちょっとノンノンノン。買い増しのポイントで、まず配当率と配当成功をちゃんと確認する。無理した配当してない銘柄に資金を移動、買い増しして。すぐ減配されるような銘柄、なあこいつ減配あるかなっていうようなやつはとりあえず何もしない。評価額を維持するの感じで、2行目、累進配当銘柄には注意、景気減速や業績悪化で即減配してくるって、もう自分ところの売上に応じた配当を出すって決めてる会社、例えば任天堂とか光栄、累進配当なので、ああいうところはもうとっとと切って他の銘柄に乗せて業績こっち安定とかっていうのを確認できるようになったら資金を移すみたいな感じ。3行目、まあ、お遊び銘柄はポジゲン、遊んでる場合ではない、はい、もう危険でございます。もうボラ収まってからもう一回買い直してください。パニック相場でやること、3つ目、買い増し計画を発動。これ先ほどスキップしたんですけど、これ今の余力でどこまで買い増しできるかっていうのはちゃんと計算します。考察タイム、直近の下げピークをちゃんと予想します。うん、1段下げじゃなくて2段下げ、3段下げはちゃんと想定してください、うん、こちら月足5年でございます。当時のピーク時の月足チャートなんですけど、はい、私はピンク色のところの下げはあるなと思ってます。まあだいたい日経平均でいうと3万8000円ぐらいまではこれはもういくなと、もう1日下げたらいくな、でもう1日下げてさらに下げ進んだらこれ下手すると2万5000円近辺までいっちゃうんじゃない、まあ、まあないやろなとは思いながら2段下げまで想定します。2行目、余力と買い増し額の目処を知り、これ今のところ信用枠ないので、うん、先物もやってない状態なので追加資金なしの現金勝負、わかりますか、はい、お衣装がない状態、はい、こちら中長期トレードの考察です。はい、私中長期トレードだいたいね日経平均左側34,000円、だいたい評価額1000万円です。これもやられた結果1000万円。場中3万1000円ぐらいまで落ちた時、まあ、このぐらいまで下がる。2万9500円まで落ちたらこのぐらいまで下がる。まあ、余力が750万円あったので、当時、うん、あ、このぐらい下がるな。ピンクまで下がると余力が100万円落ちて、評価額が50万円落ちて、評価額1000万円維持。でさらに緑のところまで押し込んだ、言ったら余力が390万円まで落ち込んで、うん、まあ、評価額も940万円まで落ち込んで、維持額1000に保つ、まあ、余力ベースで見るとだいたい350万円ぐらいやられるんです。これをどん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 余力が尽きるまでやる。あのパニック相場でやることはさらなるパニックが来た時に自分がどう動くかっていうことを決めることが大事です。ちゃんと把握してないとダメですよね、うん、今の自分のポジションがこのぐらいで余力がこのぐらいで、このぐらい下げたらこのぐらい下がるからこのぐらいのやられになるなと、まあ、余力が尽きるまでやる、まあ、余力が尽きたらどうする、もうあとはもう含み損リセットしてただ単に
ずる下げにつけてずる下げなんですか。ただ、はい、株数は増えてる。ああそうのはずですよね、余力がないってこと。これ余力もなくなって評価額も0円になったとしても、うん、株数は残ってるんですよ。わかりますか、はい、自分の資産も何もかも持っていかれたように見えてるんですけど株数は残っておる。それだけはご理解ください。こちら長期トレードの考察です。私も長期トレードは何もしないと決めております。なるほど。ただ含み損をリセットして買い直すだけなので、3万4000円の時に1800万円ぐらいです。どん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 と下げて2万9500円まで落ちました。これ250万円ぐらいやられてます。日経平均2万3500円まで落ちました。これ上から下まで550万円のやられてます。もうただ傍観です。株数維持のみです。まあ、ちょっと一段下がるほどにやや 5% ずつぐらいの株数の買い増しはしますけど、基本長期は傍観でございます。これ長期トレードおまけでございます、はい、一番上800万円ぐらいあったんですよ、組み益。たった1ヶ月でもう溶ける溶けるピーク見た時200万円ぐらいになってたんですうわー600万溶けてるわ、はい、あ溶けたなと。あと1日下げると含み損領域だと、もう覚悟しました。うーん、恐ろしい。ただこれあくまで含み益なんだ。ああまあそうか。皆さん含み益が減っただけでどうのこうの言うのって本当舐めてますよ。トレード含み益と利益は溶けて当然でございます。そうだ。こちら今後のスタンスでございます。高値更新する相場終了でございます。今後はボックス券想定で戦略を練っていきたい。まず第1回目のボックス券赤枠でございます。この間でしばらく半年ぐらい行くんじゃない。ただ今回の8月5日の大下げあるじゃないですか、はい、これをさらに割り込んでくるケースってあるんですよ。あのリーマンショックの時ってそういうのずっと 3,4 回続いたんですよでそういうのもまあ想定ある程度しとかないといけないので、直近の 31,156円を割ってしっかり割っていったらもう緑のボックス券ここで。ただ左側見てください、ピンク色、コロナショックでありますね。コロナショック、このヒゲのところで入れた人、ウハウハの人生が待ってたんですよ。そうですね。今回も同じように長いヒゲ出てます。これこのまま直近3年間の安値だった場合、ウハウハの人生が3年間待ってる。まあ、どっち転ぶかはまあ半年ぐらい経ってみないと分かんないんで、高値更新するような相場は一旦終了だと考えて、ボックス券推移の戦略に切り替えてください。最後に、パニック相場はもう現金のみで戦ってください。信用先物はもう損失が大きくなるし、どれぐらい損になるのか分かんにくい。もう不安要素は排除します。証拠金取引はもう特にノンノンノンですもう別資金を用意してちゃんとやってるっていうような状況じゃない限りもうノンノンノン。資金管理は大事です、まあ、資金管理イコール余力管理で、短期目線と長期目線しっかり捉えて期待値を。今回この暴落うまく仕掛けられた人、残ってた余力でしっかり仕掛けられた人はうまくいけば資金量 1.2 倍増ぐらいいけると。3つ目、含み益はただのバブルだ。含み益減ったぐらいでごちゃごちゃ言うな利益減ったぐらいでごちゃごちゃ言うな。いや含み益と利益ってただ減っただけです。損してないからいいじゃないという感じで、含み益と利益が減っただけの相場なので、今回ね、こっから下げると含み損と損失になっていくので要注意です。質問コーナー、局長何かございますか。はい、この累進配当銘柄っていうのがあるわけじゃないですか。はい、これ簡単に調べる方法ってありますか。株単の業績のページあるじゃん、うん、これ株単の任天堂の業績の推移の表なんですけど、ここで一番右側が配当なんですよね。でこの配当が上がったり下がったりしてるやつはもう累進系だなと思ってる。あーなるほどね。こちら公営テクモの業績の推移なんですけど、これも同じように一番右側の配当が上がったり下がったりしてますよ。こういうのはもう典型的なので、あこれは累進だなというふうに判断してます。なるほど、これでわかる。こちらインペックスなんですけど、コツコツ上がってるじゃない。で配当成功もちゃんとさっさっと見て計算したら、あ悪くないなって分かる、うん、でこういうのに切り替えて、ね、
日頃からねラブ銘柄作っておくといいです。そうですよね。なんか急に暴落が来たから慌てて探すっていうんではちょっと遅い気がするんですよね。ラブ銘柄3つぐらい作っておいて、うん、とりあえずダメ銘柄を損切りました、資金浮きました、ラブ銘柄みたいな、うん、もう株数を減らさない、別銘柄を損切っていい銘柄で同じ分だけ株数を。あとまあ細かい話なんですけど、余力を確認すれると収支を数えることになっちゃわないかなって思ったんですけど。え、なりますか？なんか、あ、今何本あるかなと思うと、あ、こんなに減ってるっていうのを強制的に見る羽目になって心がぐぐってくるかなと思ったんですけど、それはまた別。私は損失に関しては1銘柄単位で見るんで。あ、なるほど、はい、総資金量、まあ確かに、あ、100万減ってんな、200万減ってんなってのは分かるんですけど、はい、それは収支ではないので、うん、局長はあれですか、証券口座見た時に自分の総資産結構ちょくちょく見る派ですか？正直見ないって言えば見ないんですけど、楽天とか証券って入ると、あの一番トップに今こんくらいプラスだよって出てるから、あれがやっぱりめっちゃ減ってんですそれ見ると開けるたんびに開けばってそして上の方にパニック相場について慌てるなみたいなバナーが出てたりしていや、この数字見えるから慌てんだよみたいなそんなことはちょっと思いました。それね、うん、私も同意見です。同意見、うん、証券会社って、うん、買った値段からどれぐらい損してるかって表示してるじゃん。はいはいはい、あれ本来いらないんですよ。今の評価額だけ載せてくれたらいいんです。仮想通貨ってね、そういうのないんですよ。あ、まあそう言われればないですね。仮想通貨は今現在の評価額これですよって出るので、自分がいくらで買ったかっていうのが全く載ってないので、うん、リバランスとか買い増しとかしやすいんですよ、メンタル的に、うん、だから仮想通貨ってどんどんお金増えていくんですよ。で、株って、うん、どうしてもそのあなたこれからこのぐらいの金額で初めてこのぐらい損してますよっていうのをご丁寧に出してくれるんで、あ、今私損してるってなっちゃう。いや、株価復活したら元に戻ってますから。まあそうですね、株数さえそのままだったら。株数を減らすと株価が戻った時に損してるんですよ。なのでこの理屈をちゃんと理解していないと良くない。資産は減ってるんですけど株数増えてたらいいじゃんのはもう大前提で、パニック相場付き合った方がいい。なるほど。ちょっと私今動画撮ったんですけど、もともと要望されたのってこういう話じゃないんじゃないですか。まあ F さんはどうしたんだっていう話を聞きたかったけど、うん、実際こう最初短期のやつは全このタイミングで切ったっていうのまで出てたから、多分あれが聞きたかったことじゃないかなと思いました。そんな感じでいいんですか？うん、多分。ただ短期だけをやってる人、中長期だけをやってる人、まあいろんなパターンがあるですね、はい、なので一概にこう参考にならないなっていうのはちょっとあるんで、まあ、今回質問してきた人はイザナミユーザーだったから短期での話聞きたかったんだろうなっていうのが気は思ったんですけど、短期はもうぶん投げしかないですね、うん、パニック相場。ただぶん投げのタイミングをどうしてたのかなっていう、自分は最後まで持っちゃったけど F さんはどうしてたのかなとか、うまい人たちの実際の行動っていうのを聞きたかったんだと思うんで。これ5分足なんですけど、うん、暴落の傾向っていうのがやっぱヒゲなんですよ。ヒゲをつけるかつけないかっていうのがだいたい午前中で決まるんですよ。これ私の過去の経験上なんですけど、うん、午前中にちゃんとヒゲ出たらそこからリバウンド相場が始まるんですよ。なのでヒゲで出たらとりあえず含み損でも我慢する。当然今からもう一上げして含み損が含み益に変わっていくんで、ただヒゲじゃないなっていうのが5番に分かったのでぶん投げたということ。短期の場合は午前中にヒゲが出るかどうかを注視しています。まあ、5番にヒゲになる場合もあるんですけど、私の経験上午前が圧倒的に多いんです。今回は午前ではヒゲだったけど5番に入ったらそのヒゲが消えちゃってったからあーってもうこれはもうヒゲじゃない、まあうん、これ幻のヒゲだってことがだったってことですね。そういうことです。多分ね、うん、私と似たような考えで先物やってたりとかしてる人結構多いと思うんですよ、うん、暴落はまあヒゲで入って利益取りましょうみたいな、うんはい、そういう組の分投げが5番に来てる。あ、そうで
しょうね、そうでしょう。あの午前と前日の何品組が全部ぶん投げてきたのが5日の5場で、完全に買いが枯れてますで買いが枯れて売りも枯れたので、うん、翌日6日から上がり始めたって感じ。もう売りも買いも枯れるんです。バカないです。枯れるっていうことがあるんですね。パニック相場とかそういうものです、うん、では皆さんも質問等ありましたらぜひコメントでよろしくお願いいたします。では次回も中長期情報をゆるーく談義していきますのでお楽しみに。ポジション、資金管理、リバランスなどなど、ね、説明していきますのでお楽しみに。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。このチャンネルは株システムトレードソフトイザナミのスタッフがゆるーく運営しております。詳しくは概要欄記載の URL から。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。